1903年3月29日の日食は、1903年3月29日に観測された日食である。中国、ロシア、カナダで、金管日食が観測され、アジア中東部、北アメリカ北西部及び以上の地域の周辺の一部で、部分日食が観測された。金管帯が通過した、金管日食が見えた地域は清が支配した、中国の新疆省西部、 韓宿省北部、内蒙古西端、外蒙古南東部、国陸港将軍管轄区北部、ロシア帝国東部、カナダ北極諸島のバンクス島北部、プリンスパトリック島南部、エグリントン島の大部分、メルビル島西部だった。また、近韓日食が見えなくても、部分日食が見えた地域は、東アジア全部、アフガニスタン東部、南アジア中東部、インドシナ半島、 マレー諸島北部、ロシア帝国中東部、ミクロネシア北西部、アラスカ地区、カナダ西部、アメリカ北西端。その内大部分は国際日付変更線の西にあり、3月29日に日食が見え、線の東の部分では3月28日に見えた。ありがとうございます。